今はこのように綺麗な青空が広がっています。今日は真っ青、今日は空気も澄んでるので景色もバッチリです。では反対側のカメラ、おお、なんか今日は一段と綺麗に見える気がします。スカイツリー、一段と今日はくっきりはっきりですね。どんどん大きくなってますね。ぐんぐん成長中。今日ね、そう、青空広がってないエリアもあるので、ぜひぜひ皆さんのリポートを見て青空満喫してください。では今日のラインナップを見ていきましょう。今日のラインナップ1、みんなで10分天気予報。皆さんと一緒に今の空をライブしていきたいと思います。ぜひ携帯をお持ちの方は一緒に天気の報告よろしくお願いします。続いて2、気圧気分カウントダウン。今日は気分上々のエリアはどこでしょうか。後ほど見ていきます。続いて3、この星見より全国洗濯室。今日は西日本ほどカラッと乾きそうですね、はい、続いて4、お出かけした気分。今日もどこかへ皆さんと一緒にお出かけして青空満喫したいと思います。続いて5、午後何着てく。今日は午後何着てくはサラーボタンで皆さんに服装を聞いていきたいと思います。続いて6、夏美のリポートバンバン。皆さんから届いたリポートをバンバンご紹介して空の変化を追っていきたいと思います。では今日もこのラインナップで12時までお送りしていきます。はい、今日はお出かけした気分で空キャンバス使っていきます。10時半からお出かけした気分なので、お時間ある方は一緒に空キャンバスよろしくお願いします。では早速最初のコーナー行きましょう。みんなで10分天気予報。はい、今の空をみんなでライブしていきましょう。皆さんの報告がこれからの予報に反映されていきます。ではまずは10分天気のマップ見ていきます。おっと、はい、こちらです。やはり日本海側から東北、主に北部でしょうか、東北北部にかけてちょっとすっきりしないお天気。あとはこの辺り、さっきも空読みのところ赤くなっていた近畿エリアから中国の日本海側にかけてちょっとすっきりしないお天気ですね。関東エリアはもう今日は真っ青です。影はっきりの報告たくさん届いています。今日はね、沖縄も梅雨の、今日もね、梅雨の中休みでいいお天気なんですね。うん、まだちょっと沖縄報告が少ないですが、でも影はっきり、影なしと、まあ、雨の報告は今のところ届いていません。はい、では全国に戻して、外に出て影はっきりの様子、そして、ね、朝との体感の変化も少し調べていきたいと思います。ぜひお時間ある方は窓を開けて外の空気を味わってみたり、はい、10分天気で今の空報告をお願いします。では行ってきます。 Go go。外に出て今の体感教えてください。あー
今日も発見、みのりさん。あ、みのりさん、みのりさん挨拶しかしてくれませんでした。はい、みのりさんもでも今日はジャケット着て、ジャケット、まあ、薄手の春コートですかね、着てましたね。あ、ちょっとまだ空気はひんやりですかね、外。朝から皆さん機嫌がいいようです。今日は天気がいいからですかね。本当に今日は雲がない。ただちょっと風が冷たいですね。風が今日は冷たいですか。とても気持ちのいいお天気です。では10分天気の報告をしたいと思います。今はね、影はっきりです。影はっきり、ちょっと風が吹いてますが大丈夫です。この先1時間も影はっきりです。はい、今日はでも夕方天気の急変に要注意ですね。でもこの青空が広がってる間はぜひ皆さんも外にお出かけするなどして青空楽しんでください。外でお仕事の方は今日は気持ちよさそうですね。では緑が綺麗ですが、スタジオへ戻りましょう。今日はでも本当この青空と新緑の緑映えそうです。はい、今日はでも全体で見るとやはりジャケット着てる方が多いのかな。はい、ちょっとなんか服装に悩みますね。この間までは上着を着なくてもいいぐらいの陽気だったのに、今日はまた少しひんやりとした空気に包まれています。あ、でもやっぱりこう今日は空気がすがすがしいですね。ひんやりした空気ですけど、やっぱりいいですね。外に出るのはリフレッシュです。皆さんもぜひぜひ窓を全開にして外の空気を味わってください。はい、とってもいいお天気でした。今日は空気が澄んでます。あ、ありがとうございます。帰ってきました。皆さんも10分天気終わりましたでしょうか。10分天気予報の報告、10点報告。このね、青空いつまで続くんでしょうか。はい、ちょっと今日は空気ひんやりで少し寒さも感じましたが、なんかでもすがすがしい空気なので上着を着て出たらちょうどいいぐらいではないかなと思います。はい、まあ、こう調節できる服装が良さそうですね。はい、では関東エリアはね、すっきりと晴れてるんですが、やはり北陸から東北エリア、特に日本海側ですね、ちょっと雨も気になります。詳しく聞いていきたいと思います。では予報センターの野沢さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野沢さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、関東エリアはバッチリ青空、バッチリでしたね。綺麗な青空でスカイツリーもはっきり見えてましたね。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、した。それで、関東エリアはバッチリ青空だったんですが、はい、ちょっとこの10点のマップを見ると、うん、気になるのは、うん、東北から、そうですね、北陸から東北、はい、北日本、あとは北海道ですね。あとは北海道、はい、はい、じゃあ今いただいたね、
皆さんからいただいた10分天気のリポートを10分天気マップで確認しましょうかね。はい、はい、こちらになりますね。はい、じゃあちょっと拡大しますね。はい、うん、関東地方もう影はっきりの赤いマーク。関東地方はこう、うん、広いエリア。そうですね。でも影はっきりですね。もうこういう形で覆われてます。ちょっと拡大してみましょうか。はい、はい、関東地方いきます。はい、もうこんな感じ。ほとんどね。もうほとんどですね。はい、で相反してというのも変ですけども、やはり今日は、はい、北日本の方は中心に雨の降りやすい天気になっているので、はい、北海道を見てみましょう。北海道、はい、北海道はね、全体的にポツポツパラパラといったようなところが多くなってますね。はい、それとあと雲の方にも覆われているようなので影が見えないという報告が届いています。はい、こういう形ですね。まあ、ほぼ全土にこう分布している形になってますね。はい、うん、あと今日は北海道はちょうどこの山の高いところを境目に東の方、はい、こちらの方ね、道東エリア、ここには網走とか、あとは釧路、根室、はい、帯広といったような町、あと稚内、北にありますけど、はい、こちらの方ではですね、今日気温の方が下がってくるとですね、雨ではなく雪に変わってくるというところもあります。はい、はい、それと東北エリア、うん、東北エリアね、はい、東北エリアはこの仙台、はい、それから福島、太平洋側、この付近はねまだ一部影見えないようになってますけど、比較的日差しが届いているところですね。はい、うん、ただ日本海側を中心、それとあと東北でも北の方、北部中心にはやはりしぐれ雲のような形で入ってますので、はい、ポツポツパラパラといった雨のリポート増えてます。これしぐれになるのは、うん、やはり気温が低いからしぐれになってしまうんですか。うん、しぐれになるのはね、今日は、はい、上空高いところ、はい、寒気、冷たい空気入ってますね。はい、それがこう吹き出してくるような形になってるんですね。吹き出してくる、うん、真冬に雪が降るときって、はい、日本海に筋状の雲というのでよく出るじゃないですか。はい、線のような形でこう衛星写真とかで出る、はい、あれっていうのは強い寒気というのが吹き出していく形になるんですね。はい、うん、で寒気がこう流れてきたところで雲が出てきてくるんですよね。はい、うん、今日はそういったような形の天気になりますから、東北地方は流れとしてはそういう流れになります。で結果として気温も上がらない、はい、気温も上がらない、はい、今日の朝、うん、冷え込んだ原因としては、うん、放射冷却ではなく寒気の影響なんですか。そうですね、はい、放射冷却というのは、はい、雲が全くない状態、はい、雲が全くない状態で地上の熱が宇宙空間にこう逃げていくことになりますから、今日はね、はい、雲かかってましたからね。はい、うん、だから東北地方は放射冷却ではなく、もう寒気による、うん、あとは、はい、まあ、空気自体がずっと冷たいということと、あとはね、はい、どうしても雨が降っていたので、肌寒さという体感の部分も低めに感じたところが多くなってましたね。はい、わかりました。はい、そして北陸エリアも同じように今、ね、そうですね、北陸もそうですね。はい、じゃあ少しまた広い範囲で見てみましょう。はい、そうですね、今これ北海道、東北、それから北陸、特に近畿、兵庫県の北部の付近、はい、日本海側中心にですね、やはりポツポツパラパラといった、はい、雨のリポートを示すこのところどころ雨のリポートを示す青い色のマークがやはり届いてますね。はい、うん、それともう一つ近畿の内陸、はい、うん、近畿の内陸なんですけども、少し奥の方まで曇りのリポートの方がだいぶ増えてますね。ちょっと拡大しましょう。はい、少しねこの辺りポツポツパラパラも来てますけども、はい、今日は、北の方からこう日本海の方、こちらの方ね、こちらの方からこう寒気の方が入ってくるんですけども、はい、一つはこの福井県のこの若狭湾というところ、はい、こちらの方から流れ込む寒気の筋が一つあります。はい、うん、よく冬だと関ヶ原のあたりに抜けて雪を降らすところなんですけどもね、はい、これの寒気の筋が一つありますね。で現在ちょうど天の橋立というところ、この付近ちょうどこの京都のね、はい、北の方になりますけど、そこのライブカメラ見てみると、はい、だいぶねこうどんよりした形の、うん、低い雲が流れ込んで来ているのが分かります。はい、はい、でこれが今日どこまで、近畿エリア奥まで入るかということなんですけども、はい、うん、だいぶ
奈良県付近までかなり奥までね、こう入り込むような形になるので、はい、少し今日、まあ今の時間ですでに雲の方がかかっている、影が見えない報告が今届いているというところになりますね。はい、はい、分かりました、はい、その他のエリアは、うん、今のところは、そうですね、日差し届いてます、はい、ただ一つ気にした、しなきゃならないのは、はい、関東地方、関東地方、はいはい、今ね日差したっぷりです、はい、ところが夕方頃になってくるとちょっと大気状態不安定ということで、はい、もくもく雲も出ます。今厚木の方のライブカメラ、はい、うん、神奈川県の厚木ね、厚木のライブカメラで山の方を見たものがあるので、はい、ちょっと見てみましょう、はい、朝方ほとんど雲なかったんですよ。もくもくと湧いてきてますね、うん、湧いてきてますね、はい、なのでこういう雲、今はまだ頭の方高いところ乾燥した空気でちょっと抑えられてる感じもあるので、すごくこう成長した形にはなってないんですけども、これがね午後になってきて、より状態が不安定になってくると、この雲がもっと今こんな形で少し平べったいですよね、はい、これがこういう形に上の方に伸びてくると、はい、その雲というのは場合によっては雷を鳴らせたり雹やあられを降らせたりというような雲になるので、はい、午後からの空読みというのはこの辺がポイントにしていく形になりますね。なんかこう予報では今夕方となってますが、うん、早まる可能性などあるんですか？そうですね、これは日差しによってですね、気温の上昇というのも一つ影響します、はい、だから気温が上がれば上がるほどで、あとは日差しが受けやすければ受けやすいほど、なので山の斜面とかね、はい、先ほど雲って山の部分で出てましたよね、はい、山の部分っていうのは一つは日差しを浴びて熱もがこう溜まりやすいところも一つあるんですけど、はい、風がね流れた時、風が流れた時って山を登りますね、はい、ちょっと書いてみましょうか、はい、山がこうあるところに風が吹き込んでくると、その山の斜面というのは登る形になりますね、はい、山の斜面を登って、そうです、こういう形です、はいはい、山がこうあって山に対して風がこう吹き込んできます、はい、そうなるとこの山の斜面をこう登ってくる形になるんですね、はい、うん、で今日雲を発生させるのは上昇気流、上に向かう風なんですけど、はい、山にぶつかると強制的に上昇させられてしまう空気が、はい、うん、そうするとこういう山の斜面というところでは雲がこういうふうに発生しやすくなるんですね、はい、うん、でここで発生した雲、上空の方がより湿っていたり不安定だとどんどんこう上に伸びていってしまうということがあるので、はい、そこのところもしっかりと追いかけていく形になります。はい、はい、分かりました、はい、野田さんありがとうございます、はいはい、では今日ね、今晴れている関東エリアでも午後は天気の急変に要注意です、はい、今日も皆さんからのウェザーリポートをお待ちしています。以上、みんなで10分天気予報をお送りしました。ではこの後は日の出リポートをお楽しみください。
は9時半を回りました。引き続きソライブサンシャインお送りしていきます。はい、では早速このコーナー行きましょう。夏日のリポートバンバン。はい、では早速ですね、今雨が降っているエリアの方もちょっと曇っているエリアの方もこちらの気持ちのいい青空見ていきましょう。まずは東京都東久留米市のクローバーさんからのリポートです。タイトル、青空にひょっこり富士山。爽やかで綺麗な青空が気持ちいいですね。空が澄んでるんですね。綺麗に富士山が見えました。朝からウキウキです。今日は綺麗な夕日も見れそうですね。良い一日を過ごしください。そうだ、今日はね、午後天気急変が心配なんですけど、夕日見れそうかな、どうかな、ちょっとこの辺り後で聞いていきたいですね。今日はでも多分傘を持って行ってない方がほとんどだと思います。この青空だとどうでしょうかね、ちょっと後で聞いていきます。今日富士山見れた方他にいらっしゃいますか？リポートでもたくさん届いてましたよ。綺麗な澄んだ富士山のリポートとか今日は見れました、たくさん。埼玉も、埼玉の加須市でも見れたようです。この時期に見れるのは珍しいということで見れました。あ、屋上から見れました。高いところだとね、見えやすいですよね。はい、あ、見れた方、関東の方はね、見れた方多いですね。はい。ちょっと見えは、そう、見え、あ、そうですね、見えは見えないと思います。はい、では続いていきましょう。続きまして、またまた東京都、東京都港区の二日月桜さん、タイトル、青空の公園。今日は真冬の青空のような澄んだ青一色の空、雲の姿はありません。風がかなりありますが、やっぱり5月の風、心地よいものです。公園のバラが朝の光を浴びてピカピカに見えます。タワーも色がすっきり見えます。今日も良い一日でありますように。今日は本当に澄んだ青空で気持ちのいい陽気です。やっぱりね、ちょっと空気がひんやりしててもこの綺麗な青空を見るとちょっとね、ひんやりしても気持ちいいなって皆さん思ってるみたいですね。そしてお花、やっぱり今日は植物たちも本当この光を浴びてキラキラです。葉っぱもね、綺麗に輝いてる。お花も嬉しそうです。じゃあ続いてこちら見ていきます。兵庫県加古川市の RF さん、アポロが笑っている。昨晩は夜勤で SS におりました。 SS ってなんだろう、サービスステーション。朝方曇っておりましたが、ちょうど6時ごろパーッと晴れて光がアポロマークに当たり一瞬笑ったように感じました。嬉しいと思ったことでした。とやっぱりね、朝日を見ると皆さん気分が違うようですね。そしてアポロマークが笑ってるように見える。これは出光のアポロマーク。アポロマークは、アポロはギリシャ・ローマ神話に登場する太陽の神、ジュピターの子と言われますだそうです。男らしい美と若さの極致として現れ、強烈な太陽の光の矢でバルを焼き尽くすとともに、優しい春と夏を送って収穫をもたらし病を癒します。神様だそうです。アポロマーク。じゃあ続いていきます。愛媛県大洲市、大洲市、あやかさん、青空見えてるよ。あ、ここじゃないです。
肌寒く足元が冷たかった朝でしたが、どんどん気温が上がって日差しもたっぷり暖かいです。薄い雲はあるものの青空も見え、気分もウキウキ。さてお布団を干していきますと。はい、彩香さんも今日はお布団を干すそうです。日差したっぷりでやっぱり気分ウキウキ。ちょっと雲もあるけど皆さん気分がウキウキしてるようです。やっぱりこう皆さんのリポートもなんかこう晴れと雨だとちょっとね気分違うようですね。天気がいいとやっぱりこうリポートも本当に気持ち、皆さん嬉しい嬉しいっていうコメントが多く届きます。では皆さん今日は気分上々だと思いますが、気圧の関係も見ていきましょう。続きましては気圧気分カウントダウン。はい、では今日はですね、なんと5月13日の今日は愛犬の日だそうです。気分が良くても悪くても愛するワンちゃんといれば気分は上々。そんなワンちゃん大好きな方も多いはずです。愛するワンちゃんとともに今日も気圧気分カウントダウンということで、また11位から7位見ていきます。11位は北海道。昨日の最下位から脱出、ワンランクアップしての11位。低気圧に近く気圧も低めです。潤んだ瞳、小さくて愛らしい姿が魅力のチワワ。チワワの潤んだ瞳を見ていると落ち込んだ気分も和むかも。10位は東北南部。昨日の11位から1ランクアップ。こちらも気圧は低めです。身軽で芸達者、ぬいぐるみみたいなトイプードル。どんよりとした気分も一緒にいるだけで気分が上がってきそうです。9位は関東北部甲信。昨日と同じ9位。気圧もさほど上がりません。ふわふわした美しい毛並みが魅力のポメラニアン。いろんなカットをして、いろんなカットを楽しんで気分を上げてみてはいかが。ワンちゃんのこういろんなカットを楽しんだり毛を染めたりするのはどうなんですかね。犬としてはなんかこうトイプードルとかピンクになってるプードルいませんか。じゃあ続いていきましょう。続いては関東南部、8位関東南部です。昨日と同じ8位。気圧もあまり変化がありません。好奇心旺盛で人を喜ばせるのが大好きなラブラドールレトリバー。一緒にスポーツを楽しめば気分も上昇するはずです。7位は沖縄。昨日の3位から4ランクダウン。気圧はほとんど変化がありません。甘えん坊で活発なヨークシャテリア。多少手間のかかるお手入れも甘えん坊のこの子のためなら楽しいと思えるはず。では6位から2位を見ていきましょう。6位は東海。昨日の7位から1ランクアップ。気圧は微妙に上昇します。飼い主だけを慕う一途さ、忠誠心の強さが魅力の柴犬。のんびり散歩に行くだけでも気分が上がってくるはずです。柴犬、柴犬だそうです。柴犬、柴犬、皆さんはどちらでしょうか。では5位は北陸。昨日の6位から1ランクアップ。気圧は徐々に上がっていきます。シルクのような純白の毛並みが魅力のマルチーズ。毛並みのお手入れをしていると気分もさらに良くなりそうです。4位は近畿南部。昨日と同じ4位。気圧も少しずつ上がっていきます。運動能力、知能ともに高いボーダーコリー。一緒にフリスビーでも楽しめば気分も上がって上位が狙えるはず。3位は近畿北中部。昨日の5位から2ランクのアップ。気圧も高めです。ライオンのようなたてがみが可愛いチャウチャウ。あの犬チャウチャウチャウ、ちゃうちゃう、ちゃうんちゃう。そんなさりげない会話がさらに気分アップしてくれそうです。2位は中国。昨日と同じくトップまであと一歩の2位。気圧は右肩下がりです。
コリーを小型にしたようなシェットランドシープドッグ。美しい毛並みを見ているだけでも気分はさらに良くなりそうです。では12位はこちらです。東北北部、昨日の10位から2ランクダウンでついに再開。気圧も低めです。自律神経発達しているシベリアンハスキー、一緒にいると落ち込んだ気分でもしっかりしなくっちゃと思えてくるかもしれません。では1位はこちらです。九州、昨日に続いて首位をキープ。気圧も午後になるほど上がっていきます。おっとりした性格で頭もいいセントバーナード、一緒にゆったりと過ごすと気分もさらに良くなりそうです。はい、今日は愛犬の日ということで、皆さんは動物飼われてますでしょうか。犬や猫、ウェザーリポーターの方はこう猫飼ってる方が多そうですが、猫リポート多く届きます。皆さんお家に何か飼ってますか。今日は愛犬の日なので、あのワンちゃん可愛がってください。あ、どんな犬がいるんでしょうか。はい、どんな犬ですか。うちも飼ってますけどね、うちはね普通のね雑種です。はい、うちは近所からもらってきた雑種です。あ、ヨークシャー飼ってました。おー、こ毛が長くてこちょんまげしてますよね、よく。小鳥を飼ってます。10姉妹。へえ。あ、雑種。あ、母ちゃんさんの。結構犬もいるようですね。ポンちゃんさんも犬飼ってるし。あ、10姉妹か。ありがとうございます。いいか。ありがとうございます。はい、あ、私ですか。私はね、何でも好きですけど、素朴な顔の犬が好きです。雑種とかね、柴犬とかそういうなんかちょっと素朴な日本っぽい犬好きです。でもね、何でも好きです。あ、猫がお好きですか。あ、豚。あ、豚、ミニ豚とかですかね。あ、本当ですか。私も素朴です。はい、豆柴とかいいですね。可愛いですね。はい、では今日は愛犬の日ということですが、ぜひね、ワンちゃん飼ってる方はワンちゃんと一緒に気分を上げてください。ではちょっと天気図を見ていきましょう。天気図、こちらはまずは今日の6時の天気図です。低気圧ここにあります。今日はもうだいぶこう前線が離れている沖縄は梅雨の中休みです。はい、まあ、でも気圧にほとんど変化はないんですね。で、今日の9時、この低気圧まだ9時の時点でもここにあります。そして西からは高気圧が近づいてきてる。でもこの前線も怪しいです。そして今日の夜の9時になると少しずつ離れていきますが、やはり東北や北海道は順位は下の方ですね。そして上空にこう低気圧が去った後、寒気がこう入ってくるから、まだね、すっきりしないお天気だし、ちょっと気圧も気分も上がりません。ではこの天気図も詳しく聞いていきたいと思います。今日は愛犬の日ですが、宇野沢さんは犬はお好きなんでしょうか。聞いていきましょう。予報センターの宇野沢さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、宇野沢さん、犬はお好きですか。はい、はい、犬は好きです。犬は飼ってますか。犬は飼ってませんけどね、昔柴犬の雑種を飼ってました。はい、あ、そうなんですか。でも好きな犬は秋田犬ですね。ああ、そうなんですか。大きな、はい、そうですね、秋田犬好きですね。お、奥さんの実家が秋田なので。あ、奥さんの実家が秋田なんですか。わ、はい、かりました。はい、野沢さん、今日も、あの、
先ほど天気図見たんですけど、はい、この大きな低気圧、うん、動きゆっくりですね。そうですね、かなりこれ、はい、ゆっくり進んでますね、はい、なのでそこに今度は西の方から高気圧の方が、はい、また進んできて、はい、ちょっと高気圧と低気圧の境目付近ね、ここでは等圧線の気圧の傾きちょっと強くなって、はい、風の方も少し強めになってますね、はい、うん、そしてこの低気圧が去った後、うん、こう寒気も一緒に流れ込んで、うん、寒気の方はね、今、うん、はい、ほぼ同時ぐらいですね。ほぼ同時、うん、はい、で寒気は今日今かかっているのはですね、明日の、はい、夜には抜けていきそうです。明日の夜には抜けていく、うん、はい、じゃあこう寒さもだんだんと落ち着いてくるんですか。はい、はい、うん、でこの後はですね、西から進んでくる高気圧の方、はい、大陸育ちですね。大陸育ち、うん、あの高気圧、はい、太平洋のから来る海育ちの、はい、夏の高気圧、夏の高気圧もありますけど、はい、今回のは、はい、大陸、中国大陸の方、はい、うん、だから来る乾いた高気圧、はい、うん、だから爽やかな天気をもたらす高気圧になりますね。あ、嬉しいですね、はい、では週末期待できそうですか。週末ちょっと見てみましょうか、はい、天気マークで見ますか、はい、最初に、はい、はい、週末天気マークこういう形ですね、はい、高気圧にね、覆われる形で天気の方は一旦良くはなるんですけども、どうも西の方からまた前線が伸びてきそうです、はいはい、なので、西日本の方、はい、ちょっとねあまりすっきりしない形なんですね。そうですね、うん、あと東日本はねおおむね良い天気になりそうなんですが、はい、高気圧に覆われることは覆われるんですけども、はい、上空のすごく高いところ 5000m ぐらいの高さになるんですけどね、はい、そこに弱い気圧の谷が通っていきそうなんですね、はい、うん、そこでちょ通ってきそうな感じがあるので、はい、すっきりこう晴れマークが並ぶというよりもちょっと曇りがちな、うん、あと西日本は少しもうすでに前線の影響を受けて雨もちょっと降りがちなと、はい、で沖縄は梅雨前線また復活しそうです。このためにまた梅雨空に逆戻りといったような形になりますね、うん、はい、わかりました、はい、じゃあちょっと週末は西日本では、うん、そうですね、ちょっとね、はい、天気下り坂で雨が降りそうですね、うんうん、曇りがちな、はい、ちょっとどんよりした形にはなると思いますけどもね、はい、うん、ただまあそんな中でも週末なので、そういう天気の中でも天気と一緒に天気は天気で楽しみながら、はい、また楽しんでいただきたいと思いますけどね。そうですね、はい、はい、野沢さんの今日の気分はどうですか。今日の気分ですか、はい、今日の気分はもうこの青空も広がって最高ですね、はい、最高ですか、はい、でも昨日野沢さんの大好きな鹿島アントラーズ負けちゃったんですよね。ですね、知ってます。知ってます。でも気分は上々ということで、はい、はい、よかったです、はい、じゃあちょっと週末すっきりしないお天気ですが、うん、元気にいきたいと思います。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、はい今日野沢さんも気分上々ということでした。皆さんの気分どうでしょうか、はい、今日はでも本当気持ちのいい青空で、ちょっと今日はワンコと一緒にお散歩も良さそうですね。週末にこのお天気だとこう公園で散歩してる方もたくさんいると思いますが、今日は平日なので、はい、あまりお散歩してないかもしれませんが、でも今日は割と日中もカラッとした過ごしやすい暑さなので、犬のお散歩昼間も楽しめそうですね、はい、ぜひ猫ちゃん飼ってる方も、猫ちゃん、猫は散歩するのかな、勝手に行くのかな、でもたまに猫に首輪つけてお散歩してる人いませんか。あれ、気のせいかな、なかなか猫飼ったことないんで詳しくはわからないんですけど、はい、まあでも、ね、猫はこうお家で結構まあ外にこう自由に行き来させるお家もありますが、こうお家でねずっと飼ってる人は猫逃げないように首輪してお散歩、はい、猫
子はでも基本お家大好きですもんね。でも犬も猫もね可愛いです。やっぱり動物は癒されますね。では、はい、以上キャッツキムカウントダウンお送りしました。では今日は愛犬の日ということで、こんな可愛いリポートも届いてます。埼玉県さいたま市のマリモさんからのリポート。ワンコの影もはっきり。今朝は空気がちょっぴりひんやりしています。マリモ家上空は雲一つない青空が広がっています。ワンコの影もはっきり。今日も頑張っていきましょう。あー、かわいい。なんか愛らしい感じですね、この肉のつき具合が。かわいいですね、ブルドッグ。ブルドッグはでも、あの毛が抜けそうにないから飼いやすそうですね、室内で。ね、毛が長くないから短い毛なのかな。はい、かわいいです。じゃあ続いてこちらも行きましょう。奈良県下北山村のぎっちゃんさん、たけのこ犬。今何月かな、で5月の半ばやのに、この朝の冷え込みは何、今日は特に寒いです。ワンコの散歩道、竹やぶに立派なタケノコ、我が家のいちこちゃんが発見しました。でも人の土地なので取ることはできませんでした。くんくん、タケノコ大きくなってますね。ワンちゃんが発見。お散歩がてら見つけたようです。はい、ワンコと。じゃあ続いて猫も見ていきましょう。埼玉県入間市のポンポコミーさん、朝のにゃんこ。ひんやり朝、窓際のぬくもりを独り占めのにゃんこ。青空も太陽も元気だから大丈夫だよと。はい。窓際のぬくもりは独り占めです。猫ちゃんは結構こうドーンとストーブの前とかにも来たりしますね。かわいい。毛がふさふさしてます。丸っこくていいですね。ひなたぼっこしてます。はい、今日はね、この青空のもと、皆さんもひなたぼっこして気持ちのいい一日を過ごしください。ちょっとね、天気の急変には要注意です。では各地の詳しいお天気も見ていきましょう。それでは全国のお天気です。まずは西日本です。那覇は雲間から日差しが届き快適な陽気です。福岡は気持ちのいい青空が広がります。広島や大阪は過ごしやすい一日ですが、午後はパラッとにわか雨が心配。お出かけは折りたたみ傘があると安心です。次に東日本です。金沢や新潟は午後ほどざっと強まる雨、雷に注意が必要です。名古屋は雲の間から日差しがあるものの、髪が乱れる程度の風が吹き、肌寒い一日になります。東京は日差しが届いても、夕方からは雷雨の可能性があります。天気急変にご注意ください。続いて北日本です。仙台はすっきりしない空でにわか雨が心配。折りたたみ傘がお守りです。秋田は強い雨や突風に注意が必要です。札幌はどんより曇り空で、午前中ほどにわか雨の可能性があります。寒さが続くため暖かい服装でお出かけください。おしまいに週間天気、まず大阪から那覇です。大阪から福岡は明日も日差しが届き快適な陽気です。週末は天気下り坂で、西からだんだんと雨が降り出します。那覇は明日金曜日まで梅雨の中休み、週末は梅雨空が戻ってきます。最後に札幌から名古屋です。北海道は金曜日からだんだんと日差しが戻り天気回復、土曜日はお出かけ日和となりそうです。東日本も爽やかな空気で過ごしやすい陽気となります。ただ週末はゆっくり天気下り坂、日曜日は雨の可能性があります。以上、全国のお天気をお伝えしました。
ございます。時刻は10時を回りました。引き続きソライブサンシャインお送りしていきます。はい、今日もいいお天気、幕張はいいお天気なんですが、はい、北陸からね、東北エリア、東北北部、北海道ではちょっとすっきりしないお天気です。近畿エリアも少し雲が広がっていますが、そんな方はこちらの幕張の気持ちのいい景色を見て和んでください。はい、ではここでお知らせです。10時30分から今日はお出かけした気分で空キャンバス使っていきます。はい、今日は10時30分から空キャンバスを使っていきたい。10時30分のお出かけした気分で空キャンバス使っていきます。今日の空キャンバスのテーマはですね、今日は愛犬の日ということで、あなたの愛犬を紹介してください。まあ、飼っていない方もたくさんいると思うんです。猫を飼っている方も鳥を飼っている方もいると思うので、まあ、ご自身の飼っているあのペットいらっしゃいましたら、ぜひペット紹介してください。愛犬じゃなくても大丈夫です。飼ってない方はあの飼いたいなと思う動物、まあ、犬でも猫でも想像上でも大丈夫です。はい、ご自身の飼ってる動物で大丈夫です。はい、じゃあサーキャンバスオンしました。はいこちらオープンしましたので、ぜひ皆さんも愛犬、まあ愛犬じゃなくても大丈夫です。愛猫でもカメでも鳥でも、はい、飼いたいなと思うベッドじゃない、ペット飼いたいなと思うペット、飼いたいなと思うペット、はい、お待ちしてます。ではそんな今日はお散歩日和でもありますが、洗濯日和でもあるんですね。このここでは関東エリアではね、今日は青空広がっています。では早速最新のリポートを見ていきましょう。まずは東京都江戸川区の小岩の加藤茶さんからのリポートです。タイトル何にもなし。おお、スカッと。ウォーキング前にスイッチを入れてた洗濯機が洗い終わり、洗濯物を干してて上空を見上げてたら何にもない青一色の空でした。今日も良い一日になりますように、またねーと。はい、真っ青な空です。雲一つない関東エリアはね、今日は清々しい空なんです。はい、もう小岩の加藤茶さんはお洗濯物干し終わったようです。本当に今日は快晴でもね、今日は関東エリアは天気の急変注意ですからね。はい、では続いていきましょう。千葉県船橋市のココちゃんさん。太陽と風に踊る。真っ青な空が広がり、空気はキリリと気が引き締まるような感じです。太陽と風に吹かれて洗濯物も気持ちよさそうに泳いでいます。はい、すごい、今日は本当洗濯物もパリッと乾きそうですね。気持ちよさそう、最高です。やっぱり早い時間から干すのが正解ですね。じゃあもう一つ行きましょう。栃木県足利市の白ママさん。カラッと青空。やっぱり朝は青空に限りますね。洗濯日和ですね。風少し強いかな。洗濯干して飛ばされないように注意しましょうと。ちょっとね、風もあるので確かに飛ばされないように要注意です。今日はカラッと青空、雲もねほとんどありません。今日は関東エリアはこうリポートを見る限りでは洗濯日和ですね。西日本、東日本は今日は乾きそうなんですが、北日本はどうなんでしょうか。こちら見ていきましょう。物干し日和全国洗濯室。今日は羽田空港をバックに行きましょう。
景色ですね。最高です。はい、那覇です。3時間雲が多いが梅雨の晴れ間、日差しが届いて洗濯物も気持ちよく乾いてくれそう。鹿児島は3時間日差しがたっぷり注ぎますが、にわか雨に注意。空読みしながらの洗濯が今日の勝負の分かれ目。福岡も3時間ひんやり空気も解消して洗濯物はバッチリ乾きます。ゆっくりのんびり洗濯できますよ。続いて高知、3時間洗濯物はしっかり乾くが突然の雨に注意。雨に濡れないように外で干すか部屋干しするかの洗濯はあなた次第です。洗濯はあなたにかかってます。続いて広島、3時間30分、こちらも天気急変の可能性あり、早めに洗濯物を片付けてしまえば万事 OK です。大阪も3時間30分、今日の洗濯は開始する時間が勝負の分かれ目。なるべく早く洗濯機を回してなるべく早く洗濯物を外に干そう。そしてなるべく早く洗濯物を取り込もう。目指せ洗濯最速記録だそうです。続いて名古屋、4時間30分、洗濯物は乾くのに時間がかかるかも。風も冷たいので出遅れた方は今日は諦めて室内に干しましょう。東京は4時間、午後は黒い雲が出現、それまでに洗濯物を片付ければあなたの勝ちです。金沢はやめとくのが無難、季節外れの時雨に洗濯物はやめておいた方が良さそう。何事も諦めが肝心です。続いて仙台、5時間、日差しがあっても風が冷たく洗濯物は時間がかかるばかり。いっそのことコインランドリーに行くっていうのはどうでしょう。秋田は乾かない、雨が降りやすく今日の洗濯物は諦めましょう。進むだけでなく退くことにも勇気が必要です。最後は札幌、微妙、雨はだんだん止んできますが太陽は登場しません。暖かくなった室内の方がよっぽど洗濯物を乾かせそうです。はい、はい、今日はやはり北日本は乾かないですが、その他のエリア、北日本と北陸ですね、まあ、ちょっと洗濯は微妙ですが、その他のエリアはバッチリ。皆さんもう洗濯物干してますか？皆さんは今日洗濯祭り開催中でしょうか？パリッと乾かしてるでしょうか？あ、お布団、お布団どうですかね？お布団いけそうじゃないですかね？広島トニーベアさん、広島はどうなんでしょうか？布団干してます。あ、じゃあ今日は布団干しも OK なんでしょうか？早うちにやった方がいいのかな？うん、じゃあちょっと聞いていきましょう。この時間は予報センターの町田さん。はい、おはようございます。町田さん、おはようございます。はい、町田さん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いしますあれ、町田さん、はい、今日は長袖なんですか？そうですね、さすがに寒いですよね。寒いというか、まあ、朝冷えましたよね。朝冷えましたね。はい、明日はちなみにどちらですか？明日は半袖のサイクルですね。明日は半袖のサイクル、はい、わかりました。はい、じゃあ、町田さん、今日は、はい、北陸から北日本はちょっとお洗濯難しそうですね。そうですね、はい、今ちょっと10分天気マップ見てみますと、はいはい、もうこのようにやはり曇りや雨のリポートが多いですね。はい、そんなに強い雨ではなくてポツポツパラパラといった雨が、はい、皆さんから寄せられているといった感じで、はい、ちょっと洗濯物はなかなか乾かないと。